小泉キーパーのバックパス読んでましたからね、はい、アンデルソン・ロペスワンタッチワンタッチ外から長戸が来たニアにエウベルアンデルソン・ロペスの後ろに水沼がいたヘディングアンデルソン・ロペス左に右にまた左最後アンデルソン・ロペスホーム開幕戦ディフェンディングチャンピオン先制ゴールです。サイドのところはちょっと判定があるのかもしれませんけどまさに中央でしっかりと作っておいて左に広げてそして逆サイドそしてまた折り返したぜ。またこのサイドないですね。完璧な崩しですね。まさに F マリノスの攻撃という感じですけれどもアンデルソン・ロペスがしっかりと起点になりながらですね幅使って最後は最終的にゴール前に入ってくる。あれだけ振られるとですねやっぱり列の守備も見切れないですからね。マークはねほぼほぼワンタッチツータッチでボール動いてますから、はい、美しいゴールだったと思いますね。動き出しの連動がいいですよね。残しますエウベル折り返しフリー胸で流し込んで同点アンデルソン・ロペスです。古巣広島相手に同点ゴール。いやーまあここのところの先に先制点取られてもまあここ縦パスから少し相手の方が早くボールに行くかなという感じはあったんですけどもエウベルのまずここのランニングが良かったですよね。最後まで諦めない姿勢のところとまあアンデルソン・ロペスの入るタイミングですよね、はい。まあ、最初から自分がこうシュートを打ちたい位置ではなくてエウベルがここで競り合ってボールを奪ってから蹴れるクロスが上がってくるタイミングであのディフェンダーの3バックの隙間ですかね入ってきてるので少しあそこで時間を作った溜めたっていうことがアンデルソン・ロペスの得点につながりましたね、はい。長田という両サイドバックでのパス交換でした。山根そして水沼ワンタッチで山根に出してマルコス・ジュニオールマルコス・ジュニオール逆サイドエウベルエウベル縦に行くそしてクロス押し込んだアンデルソン・ロペスオフサイドフラッグ上がっていない追加点です。そしてクロスを上げてくれたエウベルの靴を磨きますアンデルソン・ロペスです。 2-0 追加点は横浜 F ・マリノス。ここですよね山根のこのダイレクトですよね。これが非常に効いたなっていう感じがしますね。でここでアンデルソン・ロペスが縦に振ることに引っ張ることによってエウベルが入ってエウベルがまた縦に仕掛けて最後アンデルソン・ロペスが決める。非常にこう素晴らしい崩しですね。いろんな選手がこう関わるボール持ってる選手もボール持ってない時にどう動くかっていうところで関わった、うん、素晴らしいゴールでしたかね。横浜 FC としては、まあ、ブロック作りながらこう守りたかったんですけどどうしてもこう振られてしまったと、はい、いうところとやはり山根がダイレクトでこう縦パス入れたところでこう入れ替わってしまいましたかね状況が。山根設定蓋をしながらマイボールそしてつないだ長戸へさらにここはヤンマテウスさあ中3枚青いシャツいますがクロスが入ってくるアンデルソン・ロペスの折り返しーキーパーそしてゴールインこれここの左サイドですよね。ヤンマテウスから柔らかいボールに対してアンデルソン・ロペスも背中取ってましたしね、まあ、シュート自体はそこまで強いボールではなかったと思うんですけども、まあ、ゴールキーパーの市川もね弾きたかったんでしょうけども中に入ってしまったって感じですかね。少しこうもったいない。西村左下げたボールはちょっと前が向けない阿部足元つながったアンデルソン・ロペス先制 F ・マリノス右足一線振り抜きました。奪ってからのビルドアップそれを取り直して一気にシュートまで行きました。いいんですけどここですよね湘南からするとここのミスからですよね、はい、奪ったボールをつなぎのところでねゴール前で見せてしまうとやはりねこうやって決定力あるチームが相手だとこうやって失点に直結してしまいますよね。まあ、ただね利き足と逆でねサイドネットですからね、はい、シュートは当然素晴らしいシュートでした。変わってきますからそうですね
まあ、それはもう本当に十分分かっていると思います。 F ・マリノスとしても神戸市もそうですね、はい、水玉、うん、アンデルソン・ロペス、ね、水玉で崩したアンデルソン・ロペスが仕上げた、追い上げます。 F ・マリノス1点差、ね、いや本当は一瞬本当にバイタルのところでありましたね。こうですね、はい、内側に入ったんですよね。でセンターバックの本田選手が出てきたスペースっていうところをアンデルソン・ロペスが受けて、まあ、素晴らしいゴールになりましたね。もう得意の左足、いや本当に分からないですね。そうですね、はい、酒井です。おっとヤン・マテウス、ヤン・マテウス、アンデルソン・ロペス、2点差ひっくり返した F ・マリノス、82分アンデルソン・ロペス2対3。やっぱりもう、ま、ヤン・マテウス選手が、まあ、こう左にいるっていうのが、まあ、この切り替えですよね。まず生まれた瞬間で、はい、この左サイドにこう置くっていうのがこういうアリクロス含めてクロスですよね。で、まあ、やっぱりアンデルソン・ロペス選手のこの決定力素晴らしいですね。本当に 絶妙なところにクロスを上げたし、そこにやっぱり入ってしっかりと決め切るのが素晴らしいですね、はい、そして展開をしていきます。スペースで抜けます、アンデルソン・ロペスヒールパス、つながって上島、右にヤン・マテウス、中にエウベル、西村、入れ替わってきた、折り返し、柔らかいボール先制 F ・マリノス、サイドから完全に崩してみせました。いや崩しのこの仕上げはアンデルソン・ロペスですけど、この起点になったのもボールサイドに寄ったことで、対角のアンデルソン・ロペスが一度起点を作って収める、でポストワークで上島にはたく、そして幅を取ったヤン・マテウスが受けて、このハーフタッチで内側ポジションを取ったことはもう全てだと思いますし、あとはこの右足でのクロスが、まあ、優しさあふれる形でこう強さ、高さ全てパーフェクトでしたし、まあ、ここは本当にもうストライカーとしてはもう合わせるだけでしたね、はい、もう決めてくださいという丁寧なラストパス、うん、まあ、あとはしっかりこういったところでエウベルがポジション取れてるっていうところはやはり F ・マリノスの強みですよね、はい、グローリー奈良から宮へ、逆に F ・マリノスは今前線の選手も含めてプレッシャーをかけに行きます。畑中カットから一気に前線、アンデルソン・ロペス溜める、縦に運んで右足流し込んで追加点、一つまたいでスペースを作ってフィニッシュでした、アンデルソン・ロペス、まあ、非常にうまかったですよ ね、まあ、ここも福岡のビルドアップのところで畑中のクリアがそのアンデルソン・ロペスにつながって、まあ、かなりここも3対3の状況ですから、まあ、結果的に個人で外しての判断、あとはシュートのタイミングが非常にこうゴールキーパーからすると反応しづらかったですね、左利きの選手ですから、またいで右足持ち出してすぐにこう触ったっていうところでは、少し小村上からすると重心が左に行ったところでこうボールが自陣で低い位置だとかなり押し込まれる形で、前節同じような形で相手にチャンス作られてしまいますから、はい、右サイドからクロスが来ます、セリヌ、いきなり先制アンデルソン・ロペス、電光石火、右からのクロスを頭で捉えました、開始1分に満たないところでゲームが動きました。まあ、なかなか FC 東京のプレスがはまりきらなかったことで、最初にここで足を滑らしてしまったことでヤン・マテウスがフリーな形でクロス上げれましたけど、ただこのヤン・マテウスのこうクロスのスピードとコース、高さ全てパーフェクトですし、アンデルソン・ロペスの、まあ、森重と木本のちょうどセンターバックの間ですよね、まあ、そういったところでしっかりポジションを取って合わせた素晴らしいゴールでしたね、合わせ方も絶妙でしたね。アンデルソン・ロペス、サビを受けて広げます、ここに長戸です、長戸サポートはエドワールド、クロスが来ました、アンデルソン・ロペス2対2、タイスコア
ちらも今日2ゴール。いや一瞬でしたけどね、あのしっかり左で、まあ、少しこうラインを整えるっていうことが難しくなりましたし、あオンサイドですよね、徳本の右足ですかね。あとはここのエドアルドのクロスのタイミングとコースとスピードどれも素晴らしかったですし、あと本当にオフサイドラインギリギリでアンデソン・ロペスがポジション取れたっていうことが全てですよね、はい、決めれば3試合連続ゴールになりますアンデルソン・ロペス。アンデルソン・ロペスでエフバリノス先制。松本健太もコースは読んでましたが上で届きませんでした、うん、ボールの勢いはそこまで強くなかったですけども、上に蹴った分届かなかったですかね。ただまあエフマリノスにとってはこの1点というのは大きいと思いますし、レイソルにとってはある程度守備で割り切って入った中での失点ですから、それ以外のところでも攻撃のところはねいいシーンたくさん作れてますからね、はい、水沼柔らかいボールアンデルソン・ロペス追いつきました F ・マリノス。ピンポイントクロスしっかりと流し込みましたアンデルソン・ロペス。すごいですね、一回横を広げてそこから水沼ですか。そうですね、クロス、うん、これ合わせるのは簡単じゃないですけども、見事なボールとアンデルソン・ロペスも少しね体外に逃げながらですけどもよく叩きつけ、サイドバックの選手が追い越しましたけど、はい、今のはね松原がしっかり外から追い越す2対1のおっとおっとビルドアップ引っ掛けたアンデルソン・ロペス決まった。始まってまだ10分経つか経たないかという時間であっという間の追加点 F マリノス。してやったりビルドアップ引っ掛けました。最後エースアンデルソン・ロペス。湘南のはこれね自分たちのミスからですよね。本来湘南がこういう守備をマリノスに対してしたかったと思うんですけど、はい、逆にね自分たちがねやってはいけないミスしちゃいましたね、ここ、まあ、あとはここも、まあ、カバーも入ってますけど、はい、こうまあ今決めきれるか決めきれないかっていうそのチーム力というか、まあなんて言っていいのかな、運の差というかそういうところが出ましたね。今のは前に出ました立ち、いやよく遅らせましたね今立ち、はい、しかし渡辺康太ヤンマテウス杉岡との1対1ちょっとずらしてクロスボールアンデルソン・ロペス質と質がつながりました。前節不発、しかし今日2発アンデルソン・ロペスです。3対0F・マリノスは止められた後からですよね、はい、ここからです。今日何回もねこのヤン・マテウスのカットイン見てるんですけど、今日これクロスを今度は選びましたね、はい、あとはこのアンデルソン・ロペスのこのボールから離れる動き、相手の背後を取る動きが何より秀逸だったんじゃないですかね。素晴らしいゴールだったと思います。従いまして石原の背中を取った形です。あの動き結構得意なんですよねアンデルソン・ロペスね、はい、決めました。完全にタイミングを外しましたアンデルソン・ロペス。2対1勝ち越しに成功 F マリノス。自分の前だと思うんですけどね、はい、少しステップ踏みながらガンバの選手たちはもしかすると F マリノスの選手が先にボックスに入ったじゃないかっていうのをアピールしているのかもしれません、まあ、確かにこの角度だけでも渡辺は入ってましたね。スラスターヘディング飛び込んだ。先制は横浜 F マリノス。
アンデルソン・ロペス。今シーズン17ゴール目。でも質の高さですよね。このボールの質も非常に速くていいボールでしたし、エドアルディ選手が、ね、こうニアでそらしたコースに対してアンデルソン・ロペスの入ってくるタイミングも完璧でしたね。ここはもうしっかりと体を、ね、もう動かさないようにしっかり抑えて、まあ、体を投げ出してしっかり抑えてシュート打ちましたね。繋いできます。渡辺戻してヤンマテウス、ゴールに向かう。ボール、アンデルソン・ロペス追いつきました。 F ・マリノス1対1。こちらもセットプレーからです。ヤンマテウス落としてアウトサイドないですね。ボールをかなり大きく動かされたことによって鹿島の守備としてはかなりね、目線がボールに行ってしまって自分のマークをちょっと見ることができなかったですからね、そこをうまくついてアンデルソン・ロペスがいい形でいいポジション取ってましたよね。アンダーの前にも体入れてましたから。引きつけて橋本、ヤンマテウス、中にはナムテヒ、アンデルソン・ロペス左足振ります。こぼれ球切り返す、溜める、狙う、こぼれ球、アンデルソン・ロペス逆転に成功しました。 F ・マリノス細かいパス交換が続きました。人数かけて、そして彼らのやっぱりこの力っていうのは生きたシーンだと思いますね。ヤンマテウスのところからなかなかシュートの角度なかったですけど、まあ、逆サイドにシュート打ったことによっていい形でアンデルソン・ロペスの前にこぼれてきましたよね。かわしてからのシュート振りが早かったですね。エドゥアルドからさ裏を取っていく、ちょっと長いか、残すか、エウベルのアンデルソン・ロペス、エウベル残してラストパス、絶対的エースが左足仕留めました。 F ・マリノス、ロペスのゴールで先制。ロペス、まあ、ここで駆け引きで後ろに下がりながらこの前の背後のところ、まあ、これギリギリですけどこのマイナスのボール、まあ、いいとこ見えてましたし、まあ、ロペスもしっかりこう面を作ってシュートですけども、まあ、F ・マリノスが少しこうマイナスのクロスってところが非常に今シーズン多い中で、まあ、いい立ち位置を取れたってところと、やっぱこうザ・ストライカーで、まあ、ゴールの感覚、ミートの仕方非常にうまいですね。いや、まあ、おーと前がいい形で奪った金森だ、うん、とただつまらない、いや前の奪いは良かったんですが、ね、そうですね。誘って今縦に行かしましたよね。上中、そのまま運ぶ上中、そしてヤンマテウス出た、これもチャンスになるか、アンデルソン・ロペス立て続けにロペス大きな2点目 F ・マリノス。あ、まあ、ここの運び方、あとこの多分斜めのこう差し込むパスとロペスのこの斜めの動き、まあ、最終的にカウンターを福岡がやりたかったことをエルマリスがやりましたし、やっぱこの立ち位置、まあ、この流し込む感覚も含めて、はい、やっぱ相性の良さもそうですけれども、やっぱ素晴らしい選手だなっていうのも、リーチも長いので、まあ、キーパーが出てきてあそこはやっぱ左足のアウトに触れるっていうところもやっぱこう彼の身体能力の高さも含めて、吉尾からエウベル、前を抜きます、スピードアップ、エウベル引きつける、右に山根が来る、ラストパスが流れてきた、山根戻してきた、アンデルソン・ロペス先制しました。 F ・マリノス、これでシーズン22ゴール、先制しましたが、ロペスはボールを持ってすぐにセンタースポットへ。このエウベル選手このターンですね、これが効きましたね。そして山根選手の攻撃の関わりとヤンマテウ選手のランニング、うん、まあ、この数的不利だったんですけど、かわしてからスピードアップ、そして最後
最後までこの人数かけて関わる、まあ、F・ マリノスの攻撃の速さ良さが出ましたね、はい。まあ、よく山根選手もこれパスというかこの流し込むような形に判断したと思いますね、はい。やっぱり10人になっても本当に怖いチームですね、F・マリノスは。